い、こんにちは。今日なんですけども、今日は私はチャンギ空港に来ております。今ここはターミナル1のデパーチャーなんですけども、ここからすぐこっち側がジュエルになっているので、今日はみんなにジュエルの魅力をちょっとシェアしたいなと思っております。ここがデパーチャーで、すぐここで第2ターミナルと第3ターミナルやったら歩道みたいなのがあって、そこから来れるし、第4ターミナルからだったらシャトルバスとかは乗らなきゃいけない。で、普通にジュエルだけを来るんやったら普通に MRT とかでも来れるような場所でございます。そしてこちら、一番ジュエルの見どころって言えば、この何だっけな、なんとかボルテックスっていう大きい滝、それが目の前にあります。で、この滝は朝の10時から夜の10時までやから、夜中に釣りたいとかしたら見られへんけど、で夜やったらライトアップショーみたいなのがあって、なんかもうまた全然雰囲気違うみたいけど、今日めちゃめちゃすごい人やな。これが地下の2階から上の5階やったかな、なんか上がレストランになってんやけど、そこまでつながっている滝でございます。すごい人じゃないか。そうだ、先に言っとくと、この先に行ったらアーリーチェックインができんやんか。今から飛行機乗るっていう人やったら、ここからアーリーチェックインして行ったらいいと思うし、荷物が預けるところがあるから、シンガポールに着いたばっかりの人とかやったら、ここで荷物預けてこうジュエルを満喫するっていう方法もあります。ジュエルはめっちゃ普通にショッピングモールが入ってんねんな。だからこんなに空港でこんなに充実したショッピングモールがあるっていうこと自体すごいなっていうふうに私は思って、これはもう魅力の一つかなっていうふうに思います。で、だからもうめっちゃ普通にショッピングモールって感じ。ここ日系で言うたら無印とかも入ってるし、ハンズとかもあったりとか、アラビカコーヒーもそうやんな、食べるとこもいっぱいあるし、ザラもあるし、もう全部ここで揃います。このシンガポールブランドのチャールズ&キース、これめっちゃ日本進出しとったわ。ここの靴大好き、めっちゃ可愛いよな。B1 のこの滝の周りにこうやってなんかずらっとカフェとかいろいろあるっぽい。一番最初に私オープンした日に撮影させてもらったんやけど、そっからちょこちょこっと来たことがあんねんけど、それ思ったらめっちゃ入れ替わってるわ、なんかへーって感じ。あ、ドンキあるやん。あ、なんかドンキあるってなんか聞いたことあるわ。スキヤもできてる。これは B2 です。ここが結構なんかこうガラスになってるところ。怖い怖い、なんかめっちゃ怖いね、これ。何これ、ハイナンストーリー、パン屋さん。あ、違う違う違う、すごいローカルフードのお店っぽいね。で、この奥にあるのがフェアプライス。ここで、普通に食材とかも買えるんだけど、結構お土産とかも買えるから、ここの撮影してるので、よかった動画も見てください。ここでもちゃちゃっと着いた瞬間に買い物するとか、もう帰る直前になんか買い足りないものみたいなのも買えるかなっていうふうに思います。これがなんだっけ、ポークジャーキーの店、チャイナタウンとかにもある。ここはラベンダーって言ってマレーシアだったかな のパン屋さん。なんか最初はジュエルしかなかったんだけど、今どっかにできたんだよね。でもこれ日本日系じゃないんだよね、半熟チーズが。これが結構すっごい人気なのと、このレーズンサンドが
すごい人気。パンダンリーフのこれ、これなんだっけ、ロールケーキ、これも人気だ。そして、目の前にありますのが、これは映画館でございます。だからトランジットとかで出てきて映画見るっていうのもありやと思う。私はいつも思うのは、トランジットでシンガポール出てなんか、まあ、セントーサ行きたいとかマーライオン見たいとかやったらありやけど、もう全然なんか普通に時間潰すだけやったらジュエルで全然いいと思う。でここの、フードコート、ここはもう普通にローカルフードが食べれる店でございます。これな、なんかめっちゃ独特の匂いがしてる。あ、私これめっちゃ好きなやつ、あのフィッシュヌードル、こういうなんかスライスフィッシュとなんかヌードルとかでご飯で食べたりもするんだけど、私が結構一番好きぐらいな感じのシンガポールフード。でこのマーラーホットポットっていうのは、こうやって具材を選んでマーラー味にしてくれるっていうめっちゃ辛いやつ、こんな感じになる。まあ、こんなんもあります。バーベキューチキンメンド、もうこれ私大好きなやつ、めっちゃ好きなやつです。おいしそう。これはこれ ダックライスとか、ダックライスかな、ね、人気だね。でこれが、え、めっちゃおいしそう。インドネシアやって。でこれ4豆腐な、4豆腐もこういう食材を選んで湯がいてもらって、なんかシンガポールのおでんって言われてんだけど、日本のおでんとは全然違うスープで、なんか練り物が多いってだけで、なんかどっちかって言ったらなんかお鍋っぽい感じ、結構あっさりしてて私は好きやし、好きな友達も多いかな。あとこのシンガポール名物のなんだっけ、チキンライスね。チキンライスはここでも食べれる、めっちゃ美味しそうよ。ここでここホームメイドヌードル、あ、そうそうそう、シンガポールのこのマンミーとかそんなんかなやと思う。あ、そう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 、ハンドメイドヌードル、あ、このね味めっちゃ美味しいよ、私結構好きかも。はい、そしてこちらは日本料理と韓国料理、韓国料理だね、コリアンだって。あー、プデチゲ食べたいって感じの、こういったフードコートがあります。ここ天峰湾は台湾のミシュランのヤムチャの店かな、めっちゃ空いてる。あ、私ここも撮影したかも。雲南、中国の雲南っていうところのお鍋みたいな店、めっちゃ美味しかった。ここあっさりしてて、そしてここが結構映えスポットかな。ここ電車通んねん。これは第2第3ターミナルから、そこからが一番この滝が近くで見れるっていうのと、一番その上の方、奥の方にあるの、あれが5階やったかな、5階のところからなんとかブリッジっていうやつを通って歩いて見れるっていうの。ここが3階か、3階もめっちゃくちゃレストランあるな。で今日なんかさ、めっちゃいいなと思うのは、今日すんごい一日、朝から雨なんだけど、ここにいたら一日時間潰せるから、雨にも濡れずいろんなところで遊べるっていうのもめっちゃ魅力かもしれない。これキャノピーパークのネットなんちゃらってやつだよね。これめっちゃ怖いよ、下見れる。あ、これみたい、チャンギのギフト。なんかチャンギ空港っていい匂いやんか、それのなんか香り、香水みたいなのがあるみたいな。チャンギ空港いい匂いやからさ、あ、でもあんまりかな手に匂いついた。え、ここ何、これホテルじゃない、これなんやろ、これなんすか。あ、フライトシミュレーター。何それ。飛行機にこう操縦できる。へえ。
まあ興味ある人はいいかもね。チャンギエクスペリエンススタジオ。まあ子供とかいいかもな。はい、そしてここのあのヨーテルっていうホテルやねんけど、これあのチャンギ空港と連携してるあのホテルらしくって、めっちゃ早朝のフライトで一泊どうしようかなと思ったりとかしたら、こういうホテルを利用したらいいかなっていうふうに思います。1万円ぐらいかな。結構狭いらしいねんけど中は。でもシャワーとか完備してるし、ちゃんとベッドがあるのでゆっくりできるかなというふうに思います。はい、そしてポケモンセンター、ポケモンセンターもあて撮影したことあるから、ポケモン好きな人はよかったら見てください。シンガポールででもポケモンめちゃくちゃ好きな人が多くて、戦闘車とかでなんかイベントやってたりとかいろいろあります。はい、ということで5階にやってまいりました。ここはレストランとかもあんねんけれども、こうやってチケットが販売されていて、キャノピーパークとかいろいろあのアクティビティがあります。それを詳しく紹介している動画はこちらです。まあ、お子さんとかいらっしゃる方はめちゃめちゃ十分遊べるところだと思います。で、ここ、あ、私ここでご飯食べたから、ここめっちゃ美味しいよ。クルーズホテルのアーケードとかにもあるかな。で、ここはあのプリベっていうどこにでもあるあのなんかカフェ&バーみたいな感じ、レストランかな、なんか結構いろんなとこになるんだけど、これプライブって呼んでたらプリベでって言われた。人よしやって、すごい結構本格的な日本食屋さんもある。これで5600円か。なんか成田空港でさ、いろいろ食べたけど、そう思ったらそんなに高くないかも。そうや、ここはあの前はあのタイガービールラボっていうところがあったんやけど、なくなった頃になってんの。なのでここやったら私何がおすすめかなって言ったら、やっぱここかな。バーガーロブスターが一番おすすめかも。ということでロブスターサンドを食べようと思います。え、ここいいじゃん、すごいね。すごい目の前が橋と滝がバッチリ見える席。やばい。Welcome to Singapore っていうのをここでやる。ロブスターロールが来ました。イエーイ、めっちゃ美味しそう。これにはレモンとこれがバターソース、これを絞って食べます。こんな感じです。めっちゃ美味しい。めっちゃ肉厚でめっちゃ美味しい。このバターがたまらん。背中がこんなシュークリームがめっちゃ美味しい。このパンもめっちゃサクサクで美味しい。これにバターを一気にして、このバターソースめっちゃ美味しい。レモン絞ってます。めっちゃ美味しい。レモン絞ってます。爽やか。なんかどこまででも味が美味しい。ということで、私なりにあのジュエルの魅力を紹介した動画でした。まあ、話の中でも話した通りに、雨でも全然遊べるし、1日いても飽きない場所だなというふうに思います。空港目的じゃなくても全然楽しめるから、まあ大体日本やとかやったらフライトだけのために空港にわざわざ来るっていう感覚だけど、シンガポールはあの街全体がすごく小さいから、コンサートからチャンクまで来るのにもなんか電車でも30分ぐらいでかからへんぐらいやし、タクシーとかやったらそんな3000円とかで来れるような場所やし、遊びにだけでも来るのもいいし、トランジットで寄るっていうのもいいし、空港行く前帰る時とかにこう
ジュエルを楽しむというプランを入れてたらいいかなというふうに私は思う。シンガポールに住んでる人とかやったら、友達が日本から来たとか言ったら、まずここにチャンギに迎えに来ると思うけど、その時は早速なんかこう荷物を預けてもらってここを案内するっていうのもめっちゃいいと思います。はい、ということで日本から帰国してきて早速あのジュエルを紹介したんだけど、本当になんか日本の空港と比べていいなと思ったから、みんなにシェアしたいなと思って今回紹介させてもらいました。またこんな動画がいいなと思ったら、いいねチャンネル登録お願いします。引き続きシンガポール情報をお届けしたいと思います。